北殿の涙。どのくらい売れたんですかこれ。CM では知ってるんですけど、マリリンがね、トンボちゃんを好きになるまで一番好きだったのがされてるんですね。無言が貫く。次の入りがようかな。92年になってますよ。あ、93年ですね。93年になってます。僕は9歳の時です、ね、中野飛べ、はい、木蓮の涙好きでした皆さん。今原曲機ねえ、あれでなんか高いですよ。もうやるのって覚悟はできてなかったですか。ゲージも先発だとやるのは良くないですか。そうですよね。そういうギターやる人がいっぱいいるとちょっとね、プレッシャーで。山ちゃんという月も知恵づけで。これは知ってる。骨ですよ。気合い入れていかないと。じゃあ完全なる番組になる前の前段階です。まあ、あの感想とかに静けです。大きかってもいいか。じゃあ、こっち。再開。まあ、マリリンはね、さっき紹介した通り、マリリンです。で、ピアノはね、マリリンです。山ちゃん、ケース。完璧です。笑うな。じゃあそれもちょっとスタレビやってみましょう。2曲もやります。はい。難しい。